回も始まりました日本酒の紹介ということで、3回目はこちらの日本酒を紹介していきたいと思います。こちらです。はい、こちらが元酒といいまして、カクテル、日本酒カクテル用に作っているお酒になります。でこちらが先にクタンさんといいまして、日本酒カクテルを簡単に作れるということで開発されている、専用の炭酸になります。これを1対1で、入れていただいて、そこにお好みのフルーツなんかを落としていただくと美味しいかなというふうに思います。日本酒をまだあんまり飲んだことないよとかいう方の入り口としては、フルーツの香りもしますし、飲んでいただきやすいかなというふうに思います。さあ3つ目におすすめするのは若恵比寿酒造さんの日本酒カクテルなんです。私ね、実は日本酒カクテルっていただくの初めてなんですけれども、先ほども、ご紹介いただきましたように、日本酒とそれと、販売されているソーダを1対1で割ることによってできるお酒なんだそうなんです。今回はですね、素敵ないろんなね、ドライフルーツなどを入れていただくといいということなんですが、今回はオレンジを入れていただきますので、早速いただいてみたいと思います。すごい、結構日本酒っていろいろ種類があって、甘めだったりキレがあったりっていろいろね、辛口だったりってあるんですけれども、この日本酒カクテルは少し甘めで、またオレンジの風味とさっぱりしたすっきりした香りもあって非常に美味しいです。ですので先ほどのね、説明もあったんですが、1対1で割っていただくとすごくさっぱりした日本酒カクテルというのをいただくことができるかと思います。また少し甘めになっていますので、初心者の方でも安心して飲んでいただくことができるカクテルなんですよ。本当にね、爽やかとしたすっきりとしたそのフルーツの味わいも楽しめますので、ぜひ皆さんおすすめ、自分オリジナルの日本酒カクテルを作ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで私中山瑞穂の独断と偏見で選びました。今回日本酒初心者に向けたおすすめの日本酒をご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。気になるお酒はありましたか。この名張市伊賀市では他にもですね、いろんなおすすめの、日本酒の製造会社であったり、おすすめの日本酒もたくさんありますので、これからもですね、皆さんいろんな日本酒を知っていただいて、初心者におすすめのものからまた上級者向けのものまでいろいろと楽しんでいただけたらいいなというふうに思います。ということで私はね、この後もいろいろ日本酒がたくさんありますので、これからも楽しんでみたいと思います。ということで、本日はこのドンバリボル会場からお届けいたしました。